さんこんにちは。チャンネルアカンバへようこそ。どうも。ここはどこでしょうかね。スカイツリーです。普通に答えもう言ってもうた。これ何スカイツリーの入り口、なんか入り口だよね、駅からの。ということで、今回から、はい、47都道府県の旅、うん、旅する夫婦と題しまして、第1回目、なんと第1回目なのに東京からただ行きたいだけっていうね、はい、東京のどこに行きたいんですか。東京どこに行きたいかな。いっぱい違う、あなたの一番行きたいとこ、どこやったかな。やばい、もう忘れてる。皇居。皇居、なぜ皇居。財布買いたいから。おー、どういうことって多分思う人が多いと思うので、それは後ほどお楽しみ。あげる。何のために行くねということでですね、今は浅草じゃない、間違えた、押上というスカイツリーの本当に目の前の駅に来たんですが、です、ね、なんかこういうトリック写真、フォトが撮れる感じのを今撮ってました。すごいね。あ、これ今いいよ。いい、今それなんか触れてる感じする。すごい。あ、いい。はい、ということで、まあ、楽しんでいきたいと思います。せーの、行きましょう、レッツゴー。スカイツリー登らないんですか。うん、あのもう登った気が大丈夫。下から見て大丈夫。なぜかというと、うん、数日前に、うん、千葉のめっちゃ高いとこ登って、うん、東京を見渡してしまったという、うん、あれプラス十分やし、今日めっちゃ曇ってる。そうそう、多分登ったとこで見えへんし、多分もう良くないっていうテンションに2人ともなっちゃってますね、うんうん。あ、でもファイナルファンタジーと今コラボしてて、うん、あの一緒に写真撮りたから満足、あの個人的には。上に登ればなんかそういう食べ物とかグッズがグッズとかもあるけど、あるみたいです、ね。まあ、どうせ買わへんからね。まあ、あのいや買いたいけど個人的には買われへん、買われへんっていう感じ、買われへんっていう感じ。軽音のフィギュア速攻捨てられたもんな。うん、やばい、大事期なのに。してない、ほこりかぶってたやんか。ということで、人のせいにする人は置いといて、ここ別にスカイツリー登らなくてもショップがめっちゃありますね。あるこんな感じで、はい、ということでショップ巡りましょう。てかお腹減った、探しましょう。それなんですか。ずんだってあの聞いたことある、あの東北のな、どこやったっけ、うん、あ、知ってねよ、うん、聞かないやつ。ずんだって豆ですね。うん、豆のシェイク、って思うでしょ、うん、飲んでみて。ん、どう、どうしたん。めっちゃ美味しいよこれ。なんかすっきりせえへん、うん、豆かよって私も思ってんけど、なんか飲んでみたくて飲んだら美味しかったよ。昔めっちゃ美味しいねこれ、びっくりした。ということで飲みます。うんうん、どうですか。たまらんな。思ったよりちょっと甘いけどね、うん、なんか練乳みたいな甘さがちょっとあるけど、うん、スカイツリーってスカイツリー周辺のお土産だけなのかなと思ったけど、うん、デパートみたいなのでなんか、ね、フック買えるし、雑貨あるし、食べ物屋さんあるし、なんかデパ地下みたいなのあって、うんうん、そこで買ったんですけど、あのキャッチされるかと思った。うん、あのそう、試食どうですかみたいな感じのが誘拐されるかと思った。普通に買い物して帰るにいいかも、うん、そのまま羽田空港行くのいいと思うな。あちこち行けるよね、ここから、うん、あの何とか方面とか書いてたし、うん、歩けるってことでしょ、あれ。浅草今から歩いていきます。いいね、15分ぐらいみたい。いいね、うん、うん、飲んじゃうわ。飲み飲み。少なない？これは少ないで。どこですか？浅草着きました。お、人
と少ないっす。あの一応マスクはしてます、うんうん、まあ、取るからちょっと外してる、うんうんうん、ということで、まあ、少ないのを狙ってちょっと楽しみたいと思います、うん、行きましょう。実はですね、今日の裏テーマがありまして、何表のテーマは東京観光、うん、楽しみましょう、うん、裏テーマは全身映してもらっていいですか。足まで、はい、靴を買うこと。おお、汚い、これひどいじゃん。食べる？すごいね、こんな、なんか囲炉みたいな、うん、うん、すごい、そしたいいよ、頭かぶって。何？醤油？おさま。わかる？パッと見。これ何ですか？揚げまんじゅう。揚げまんじゅう。パッと見わかんないよね、うん。天ぷらみたい。うん、ということで二つとも食べたいと思います。何？どう？お、あ、まんじゅうか。あ、そっか。中華の。うん、ごま団子みたいな感じ。へえ、美味しそう。美味しそう。ちょっと脂っこいのが嫌な人は無理かやけど、うん、はいはいはい、揚げてるからね。ごま団子よりはさっぱりしてる。うーん、甘酒の匂いする。甘酒の匂いする。美味しい。美味しい、うん、いいですね。浅草といえば食べ歩きですね。そうですね。行儀悪いとはいえ、ここでは許されるよ。え、うん、あ、こういう感じか。おいしい。小腹減った時にちょうどいいね。うんうん、おいしい。いや、先から味の感想一言も言ってへんね。今度こそ言ってくれるでしょう。今度か。ちょ、関心ばっかせんと伝えてよ。やばいねんけど。グルメリポーターマジなられん。おいしい。あげてる。いいな、でもなんかこの赤い建物、浅草寺に合わせてる。ここはどこですか？花屋敷。あ、着きました。なんか、あ、これね。あ、なんかあれですね。現地ないですね。どうしたんですか？乗りたかった一番有名なジェットコースター。動いて。運休？終日運休。終日ですか？残念、それは。それやのに入るのはもったいなくない？もったいない。っていう顔。うん。残念やね。今日そんな多ない？なんかあったっけ、他にそんな。天気悪いからスカイツリー乗るのなんかもうだるないってなったやつ。俺は皇居に近いね。あ、あ、どうする、休みはもう泊まって帰るの？帰らへん。明日まで、明日まで維持でおんの、うん、もうさ、これさ、旅動画とか言うてさ、意気揚々とやってるけどさ、うん、どこも全然入ってへん。あの、皇居行きましょうか。行きましょうか。はい、行きましょう、レッツゴー。どこですか？やっつい行きました。どこですか？と皇居。念願の。念願の皇居。見たことあったな。夜来た前。夜？通っただけ。通ったっけ、うん、
じゃあほぼ初やね。初めてね。いいね。え、あの、あれ大丈夫かな。何が、何がよ。電話とかせんでいいんかな。何、予約、予約、予約したからって置いといてくれへんやろ、うん、心配でたまらない人なんですね今。すごいな、こっちはさ、すごい現代やねんけどさ、もうこの目の前は、うん、どうしたんですか。サイズが変わった理由はなんでなんですか。お店が違うのと、うん、振り替え休日休みなんですか、うん。する休みはもうどんな気持ちですか今。うん、残念な気持ち笑っちゃって残念な気持ちです。笑っちゃってるけど結構本気で落ち込んでるよな、その顔は。これな、見てる人はちょっとふざけてるように見えるかもしれんけど、残念な気持ちでいっぱいでございますカメラ回しない時全然笑ってなかったもんな小銭でも小手逃げでもいいか買おうかなって気持ちになった。ちょっと噛んでるもんな、もうやばいな。顔が残念ですね。やばいな。あれ、ん、なんかあれ、あ、荷物が、あのね、増えてない、ね、なんの渋い袋。いいでしょこれ。なんすかそれ。これ買った。何買ったん。お酒買った。え、お酒。あとはお酒と、あの、小銭入れ。あとはあとはお箸。めっちゃ買ってるやんさっきまでさ、観光地いっぱいおったのにさ、うん、ここでめっちゃ買ってるやん。うん、やっぱ日本の子ですから日本の子って何大ちゃんのペーサーが使えへんの亀扱いしてさ、俺はウサギですか。後ろ渋滞になっちゃう、これやったらほんまに渋滞になっちゃう、ほんまに。ふざけてんの、うん、並んじゃうもん。嫌味があれやね、あの、さすが大阪ですね、うん、嫌味の言い方が大阪人やね。ここどこですか。ここはお茶の水、初めて来た。今歩いてるのは、うん、あのスポーツゾーンやね。そうやな、うん、多いな。スキーとかスノボーとかする人はいいかも、うん、ムラスポ。こんなにお店見たもの初めて。なあなあ、さっきのギター屋さんとかもびっくりしたけど、やっぱこんなん見たらスノボーしたなるもんな、うん、わあすごい、見て、うん、ペアか、すごいすごい。そうそう、やりたくなるな、うん、今はこんなにすごいな。今はどこ向かってるんですか。今は、秋葉原。秋葉原。葉原。オタクの街ですね。うん。オタクですから、こう見る。何オタクなん？うん、電気オタク。違うな。何オタクなんじゃ？何オタク？ワンワンオタク。関係ねえ。これは秋葉原っぽいんちゃう？ちょっと。あー、っぽい。昔の。されるわ。なあ、ここいるんですか。今、ハードオフ、秋葉のハードオフ。あの、掘り出し物を探し中。ミュージシャンやね、そこは、うん、心が。Bye.
ゲーマーさんどうですか。あ、わかるわ、俺なんとなくわかるわ。ここあれとかぽいやろ。スタート向こうの方や。なんて、スタート向こうの方。スタートってな、ゲーム始まってる。あ、はいはいはい。バンプスや。こんな声やったっけ。はい、ということで、うんうん、まさかのもう帰宅、帰ってきた。何していいかよくわからんくて帰ってきた。夜の遊び方がわからんくて帰ってきた、うん、やばいね、東京まで行ってるのに。でももうほぼ今12時半やからね、うん、まあ言うてもギリギリですよ。そうですね、動画的には眠いわ、確かに、うん、動画的にはね、うん、後半全然更新できてなかったんですけど、撮れてなかったね、ほとんど。何をしてたかと言いますと、何してたのかな。マイクを探しに、おお、そうですね、さまよいてまして、録音用のね、マイク、うん、で今日さ、ついてなかったやん、全然、うん、なんついてなかった。うん、スカイ、なんだっけ、釣りも曇ってたし、曇ってるからもういいかなってなってさ、うん、いかんかったりさ、うん、あと何だっけ、あ、花屋敷行ってさ、ジェットコースター乗ろうかなと思ったら終日運休やったりさ、そう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 、なんかあともう一個あったわ、ヒロ君、なかなかあった、ヒロ君あったよ、財布買われへんかったし、そう、皇居行ったら財布売ってなかったりとかさ、なんかもう全然あかんくて、ひどい話ですよ、本当に何やねんってなってて、珍しいなこういうことってなってたら、なんと私が、うん、ちょっとあの目星つけてたマイクがですね、うん、3万いくらのマイクがあるんですけど、まあ、高級すぎるし、ちょっと癖あったら嫌やなと思ったから、うん、まあ買うことないかなって思ってたんですけど、うん、なんと、うん、値段言いたくないぐらい安くなってまして、よかったね、あれはやばい、やばいね、あんなことない。まあ、また動画で出てくれるね、これが頻繁に、うん、あのチェリーハウスミュージックっていうチャンネルあるんですけど、ね、概要欄よかったら見てほしいんですけど、まあ、そっちで歌ってるわけですよ、うん、でマイクが欲しくて、新しい、うん、今使ってるマイクよりは絶対いいやつが欲しくて、そうですね、そう試しに行ったんですよ、楽器屋さんにね、島村楽器に、うん、そしたらね、なんとね、まあ、箱つぶれみたいな、まあ、そういう理由とか、まあ、あとポップガードがちょっとまあ、ちょっとけ、なんていうのかな、ちょっとこう、うん、故障してるって、それだけの理由で、マイクは何の問題もなく新品やもんね、新品、新品、うん、のー、本当にありえへん値段で、価格で、よかったですね、本当に、もう本当にそのために今日は頑張ったんだなっていうぐらい、うん、マイクが理想的な見た目と音変えて、よかったじゃないですか、それ思い出さなくて今またテンション上がってきた。セッティングしなあかんね、変えたら、うん、楽しみ、まあそれのね、線とかポップガードはちょっと買わないといけないですけど、うん、いや、ほんまに嬉しいわ、東京ですよ、そういうとこ、そうですね、東京のおかげですよ、あの行く前はちょっとめんどくさいなと思うけど、うん、ちょっとやっぱり行ったら楽しいな、東京、本当に、いや楽しい、しかも同じエリアでも楽しむとこがね、さっき言ってたけど、すごい凝縮されてるからさ、そうそうそう、1日は全然無理なんですけど、まあ今日はあの浅草エリアと、うん、スカイツリーらへんと、うん、で新宿秋葉原、俺歌舞伎町行けてよかった、ああ龍が如くする、龍が如く好きで、すごく楽しいと思いますよ、一緒やね、あれ全く、うん、楽しい、びっくりするな、本当にほんまに一緒、名前が違うとか、いや僕行ったことなかったんですよ、一回もないんか、うん、あ、そっか、分かるもん、でも、あ、そっか、案内できるぐらい分かるもん、そうやね、行ったことないのに、あ、こっちこっちとか言うんやんか、あのスタートポイントがこっちだから、あれもよかったわ、行ったことないくせに、なんか案内されててさ、私、そうそうそう、いや一緒やで、あれすごい、うん、おもろい、あれもびっくりしたの、龍が如くしてる人ね、なかなかそのピンポイントだと思いますけど、あれは感動する、ゲームの世界が実際にあるっていうのがね、うん、感動するね、そう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 、まあ東京の面白いところはそういうのがいっぱいあるよね、多分ね、ありますね、うん、見たことあるっていうところに行けるっていう感じですよ ね、うん、そうね、はあるかもしれません、ということで全然参考にはならない一日というか、うん、本当私たちなりの楽しみ方に変わってるね、うーん、ちょっとね、ちょっとね、
ちょっと、うん、癖のある、うん、あの第1回目になっちゃいましたけども、うん、まああの定番っていうコースも今後はね巡りたいと思うの で、 そ、 うで、ね、そこはちょっと多めに見ていただければ。そうですね。今日はちょっと半分ねマイク探しの旅みたいなとこもあったし、まあね、はい、で裏テーマの靴を探す時間は全くありませんでした。靴買わね、買え、なあ、なかったよね靴。結局このまま歩いてたっていうね、はい、うん、まあということで次回まだどこ行くか分かりませんけれども、そうですね、その2回目の旅に向けてまた日々頑張りたいと思います。はい、はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。